Yeah.
Thank you.
Now it's just where one pretends and wonders, counting for a perfect world to mind us.
もしも猫がお話できたら最初になんて言うのかな。魚の骨は硬すぎます。尻尾の長さ他と比べるのやめてください。傷つくのあなたのために。水くどいして毛づくどいして、だから逆さまに撫でるのやめて。優しい人よりも物静かな人が好き。基本的に堅実な性格なんです。二人きりでまどろむごっこ、冬の日差し長く伸びて、このままこんな風に死ぬまでそばにいられたらいいのに。一度でいいから聞きたかったのよ。あのかつぶしはどこで捕まえるの？あなたのためにネズミとケムシとトンボとってカエルとか、だから嫌そうに捨てるのやめて。暗い夜道だって案内しましょ。どこでも基本的に世話好きの性格なんです。
Let's go.
元気だよ。